シロタンは山田エマがデザインした株式会社クリエイティブ洋子のキャラクターである。1999年8月8日誕生、なごみを象徴するキャラクター。商品コンセプトは愛くるしいお顔と優しい触り心地、じっと見ているとなんだか語りかけてくるような、いつもそばにいてくれるような安心感があるぬいぐるみ。2000年柔らかくてふわふわな初代抱きぐるみ。 初期の変身シリーズマスコットを販売、大ヒット。当時は、花やひげがグレーの刺繍だった。2004年初の絵本、白田、うーんー、ふわふわな毎日を発売。同年7月横浜八景島シーパラダイスにて、デザイナー山田絵馬のサイン会を開催した。2005年白田から、赤ちゃん日記、2009年10周年記念絵本、白田、うーんー、これからもずっと一生発売。 2010年発の白タン専門店となる、羽田空港国際線旅客ターミナル5階に白タンタウンがオープンする。2011年発の公式 SNS である白タン、ツイッター解説。2012年発のムック本である、白タン日より、を発売。2015年12月10日、東京都立川市にあるララポート立川立日に、白タンの世界を表現した。 テーマパーク型新業態店舗、シロタンフレンズミュージアムをオープンさせる。シロタンとそのお友達をモチーフとした雑貨商品を中心にお菓子の量り売りコーナー、スイーツランドを併設する物販ゾーン、親子で楽しめる子供の遊び場ゾーンのシロタンランド、株式会社講談社、パルの運営による健やか教室を展開する幼児教育ゾーンの3つのエリアで構成されている。 また、親子でゆったりくつろげる場として休憩スペースを設けている。2016年10月29日発のファンイベントであるシロタンハロウィンカーニバルが横浜八景島シーパラダイスで開催された。2019年6月14日20周年を記念してシロタンの誕生日8月8日がシロタンの日と日本記念日協会に正式に認定登録された。 2020年の誕生日企画では新キャラクター、ラッコ犬とシェルが登場。以来グッズ展開がされている。ありがとうございます。